あなたが理想とする家庭って何ですか？今回のテーマは、不妊、妊活、子宝相談。不妊治療、あなたの悩みは何ですか？パート3、最終回です。今、何が一番心に引っかかっているのか、本当の悩みは何なのかは、人によって違いますが、何をどうすれば解決するのか、心が軽くなるのかと、多くの人が思いをあぐねているかもしれません。実際のところ、悩みが一気に解決する方法というのはないのかもしれませんが、思いを声に出したり、書き綴ったりして、心の内を吐き出すことで、自分の状態を知ることにもつながり、だんだんと何をどうすればよいのかが分かってくることもあると思います。解決しようと思って、思い悩むことが体や心の変調となってしまうこともあります。そうなってしまう前に、またそうなってしまっていたら、迷わずにカウンセラーや心療内科などで助けを借りることも大切です。まずは何が悩みとして浮かんできますか？浮かんできたことから少しずつ自分の思いと向き合ってみましょう。それはとても困難で辛いことかもしれません。無理をせず少しずつでも構いません。頑張る必要はありません。できるときに少しずつ一つずつ自分の正直な気持ちに向き合っていきましょう。この話の続きは松見薬局のホームページ不妊・妊活・子宝相談のブログで書いていますので、よかったら見てください。説明欄にリンクを貼っておきます。それでは今日の花言葉です。春の花、アジュガの花言葉は、心休まる家庭。不妊妊活子宝相談。不妊治療、あなたの悩みは何ですか？のお話はこれで終わります。動画を閉じる前にチャンネル登録のボタンを押してもらえると嬉しいです。100人の登録を目指しています。現在42人です。応援よろしくお願いします。京都女性漢方松見薬局管理薬剤師梅垣真由美でした。ありがとうございます。